はい、皆さんこんにちは。ノートディレクターの中野と申します。ご覧いただきありがとうございます。このパートではノートっていうものがそもそもどういうものなのかですとか、どういう取り組みをしているのかというようなご案内をさせていただきます。はい、ご覧になっている皆さん、ノートを使ったことありますでしょうか。ノートというのはですね、クリエイターさんが文章や漫画、写真、音声などいろんなものを投稿できるプラットフォームです。またその自分が投稿するだけじゃなくて、誰かが投稿した作品を楽しんで応援したりすることができる、そういうプラットフォームになっております。はい、ノートはですね、クリエイターさんが集う街のような存在になりたいと思っています。実際すでに漫画、エッセイ、写真、動画、ビジネス、スポーツ、ゲーム、エンタメ、いろんなコンテンツがノートにはたくさん集まってきています。それもひとえに皆さん、クリエイターさんが自分の好きなものをとことんノートで発信してくださったり、そこで仲間と出会っていただいたりということをしていただいているおかげで、どんどん多様性のある街になってまいりました。これからもですね、ノートではそういう多様性のあるクリエイティブな街を作っていきたいというふうに考えております。はい、ではですね、ノートの取り組みについてご紹介していきます。大きく4つあります。まず創作のための環境を整える、2つ目各テーマを提案する、3つ目記事との出会いを増やす、4つ目クリエイターの皆さんの出口を増やす、この4つになっております。順番にご案内していきます。はい、1つ目、ノートの特徴はシンプルで使いやすい投稿画面というのがあります。一度触っていただいた方は分かるかもしれないんですが、こちら記事を投稿する時の、編集する時の画面になっています。見ていただくと本当に公開された時と同じようなビジュアルの状態でテキストを編集することができるというふうになっています。本当にノートではですね、伝えたいことに専念していただきたいというふうに思っておりますので、あえてできることを抑えめに書きたいことに集中していただく、そういう真っ白な投稿画面になっております。ただですね、シンプルなんですけど、バックエンドはパワフルに作られています。ここに表示しているのはほんの一部なんですが、いろんな外部サービスを簡単に埋め込むことができるようになっております。なので YouTube とか Twitter とか Instagram とか、記事の中で紹介したいものがあったら、URL を貼ってエンターを押すと、このようにきれいにカードが出るというふうな形になっております。はい、ではあと特徴、その次、クリエイターさんの居心地がいい空間作りというのも心がけております。ノートの特徴として、ランキングや広告がありません。ランキングや広告が悪いわけではないんですけれども、どうしてもランキングがあると自分の記事の PV 数どれぐらいかなとか、人の読まれている記事に似たものを書こうかなとか、ちょっとコンテンツに偏りが出てきてしまうと思うんですね。ただノートは本当に伝えたいことに専念していただきたいということもあって、ランキングや広告がないというような形を取らせていただいています。そのおかげか、実際にいろいろな多様なコンテンツが集まってきているというふうに考えております。はい、次、各テーマのところですね。コンテストやお題などをノートでは様々企画しております。書きたいんだけれども何書いていいかわからないという時に、こちらを見ていただくと、いろいろなテーマで募集しておりますので、ぜひご覧になってください。コンテストですと、いろいろな企業さんに協賛いただいたりして、メディアに掲載される機会があったり、表彰される機会があったり、クリエイターさんの次の活躍になるような、そういう場所もご用意させていただくことがあります。はい、そしてですね、私たちにはノート編集部という編集部がございます。素敵な記事を見つけたときは、読者の方に積極的におすすめするようにしております。機械学習も使っているんですが、ノート編集部が人力でたくさんの記事の中から本当におすすめの記事をご紹介しておりますので、ぜひご覧になってください。はい、さらにですね、ツイッターですとかスマートニュースさんなどで配信をして、いろいろな方にもっともっと記事を見ていただきたいというふうに考えております。ただ記事をご紹介するだけじゃなくてですね、このように記事のどの辺が良かったのかとか、クリエイターさんの思いとかを汲み取りながらご紹介させていただいておりますので、こちらもご注目ください。はい、さらにですね、私たちクリエイターさんの出口というふうに言っているんですけれども、ノートを使ってくださったクリエイターさんがもっともっと羽ばたいていけるように、いろいろ支援していきたいと考えております。で、さまざまなメディアさんとパートナーシップを組んでおりますので、素敵な作品があれば出版社さんとか、いろいろなメディアさんにご紹介させていただいております。実際に書籍化もたくさんされております。このようなチャンスがたくさん転がっておりますので、ぜひノートで好きなことをとことん発信してみてください。はい、
というわけでいかがだったでしょうか。今映しているのはですね、私たちノート株式会社のミッションになっております。誰もが創作を始め続けられるようにするということを大切にして、今ご紹介したような企画ですとかを取り組みをさせていただいてます。誰もがというのは本当に誰もがだというふうに思ってますので、ご覧になっているあなたもぜひ創作を始めて続けてみてください。よろしくお願いします。はい、以上ノートとはのパートでした。ありがとうございました。